からです。今日は体幹強化にね、前中からバク転、バク中つなげるのいいかもっていう話していきたいなと思います。いやー、結構難しいなって思いました。こうなるんですよ。前提としてね、まず着地が前に動かないようにしないとダメなのね。それでバク転つなげるときは少し流して斜めに着地入るといいかもしれない。そうすると着地でね、前に行きづらいし、ちょっと後ろに体重かかった状態からバク転つなげやすいし、狙いすぎるとダメなんだけどね。ここがね、絶妙に難しいし面白い。そんでね、結構耐えるのよ。結局コツがあると言いでも耐えるのよ。だって流れに逆らうからね。ダッシュと回転の勢いがついた前中に逆らうって相当大変よ。多分ね、半沢直樹ぐらい逆らうと思うよ。バク中つなげるときはもう少し難しい。できるだけ上に飛びたいから、着地はさっきよりももう少し上から入りたい。ほら、斜めから刺さるとさ、体重後ろになってキックの方向も後ろになりやすくなってくるじゃない。だから上から降ってくるっていう感じだよね。そうするとね、着地止めの精度を高めないといけないんだよ。あとは耐えるのもめっちゃ耐えないといけない。前中バック転なら前に働いてる力に対して後ろに体重かけてさ、勢い相殺しやすいんだけど、今回のだと上に飛びたいから前に働いてる力に対してそんなたくさん後ろに体重かけるわけにはいかないよね。だからもう筋肉で頑張るみたいな。というわけで、技がどうこうっていうより遊びとして結構面白いと思うので、ゲーム感覚で挑戦してみるといいかもね。うまくいかなくてもさ、楽しみながらの体幹トレーニングになると思うし、難易度としては結構難しいです。そんな感じで、まあ面白いなと思ったらやってみるといいんじゃないでしょうか。じゃあバイバイ。